こんにちは。こんばんは。こんばんは。これ。はいはい。これ見えてます？今ね、画面が分割されてて。ですよね。上に高原さんが出てますね。あ、そうそう、僕も一緒で、だから一ノ瀬さんの顔が、なんかすごい、視聴を始めましたで、こう埋まってる。そう、僕埋まってる。まあまあ埋まってる感じでいきましょう。まあこれでいいのか。とりあえずいいんじゃないですか。リッカー、はい、はい、どうも、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。別に話す議題とかこれについてみたいなの何も言ってるわけでもなく、台本もない。やり始めたみたいな感じですね。まあなんか、あ、これか。まあ見ていただいてる方が若干いらっしゃるので、はい。なんか自己紹介的なのをそれぞれに向けてしておきましょうか。そうしましょうか。なんかその一ノ瀬さんのフォロワーの人と僕のフォロワーの人とが多分この人は誰やねんってそれぞれ思ってると思うので、うん、そうでしょうね。どういう間柄やねんみたいなのもあるでしょ。そうそうそう。っていうか、あの逆にあれですよね、僕らも実はそんなに知らないっていうね。あ、だから知りたいなと思って今日喋るつもりでいますね。あ、はい、そういう感じですね。はい、あ、平山さんだ。あ、まあですね、お世話になってます。じゃあ僕からしますね、自己紹介。お願いします。高原修平と申します。油絵を描いています。で、大学は京都精華大学の洋画コースを、6年、7年前ぐらいに卒業して、今、神戸を拠点に、作家活動をしております。で、いろいろ、個展とかをしてるんですけど、もう数年前からオンラインの販売でわさびさんというサイトにお世話になっていて、で先日神戸阪急三宮阪急で、そのオンラインの販売会社のわさびさんが主催する現実空間でのなんか即売会みたいなところに参加し、そこで一ノ瀬さんと初めてお会いし、はい、ちょっと会場でぐじゃぐじゃしゃべったけど、まあ会期も短かったので、まあ、またしゃべりましょうみたいな感じでお別れしてという感じでした。という、しゃべりましょうって言ってからのインスタライブしましょうで今になってますもんね。あ、そういう感じですね。はい、はい、まあ細かいことはおいおいということで、はい、一ノ瀬さんは。はい、僕は、大阪成蹊大学っていうところ一般大学の美術コースの、油絵を学んで2018年に卒業した後、今大阪中心で活動していてって感じですね。で先日の神戸阪急のところで高原さんとお会いしたっていう感じです。はい。で普段は風景画を僕は描いていますね。こんな感じでございます。はい。あ、
何食べたらいいかこれさ、なんか、うんうん、制作の準備をされているみたいな話でしたっけ今。制作の準備っていうよりは、あさってからちょっと展示がありまして。はいはい、お、あさって、はい。そうなんですよ。それの梱包なりなんか、着色なりの作業をずっとしていて、って感じですね、今は。え、それは大丈夫なんですか？それはね、さっきちょうど終わって、高原さんが、ご飯を食べてる間に僕はシャワーを浴びて、急ぎを終わらせてから今来ましたので、大丈夫。あ、そうかそうか。その展示っていうのはどこでどんな？あ、ありがとうございます。それはね、大阪の天王寺のあたりに、天王寺、はい。テッシっていうギャラリーカフェがあって。テッシ？あの、何？ドシーの。ドシー、はい。って書いて、セッシって。あ、セッシね。あ、セッシ。はい、はい、はい。カフェギャラリーがあって、そこが結構、うん、サビーとか乗るぐらいのパフェとかが美味しいところなんですけど、そこでやらせてもらうみたいな感じで準備をしております。あさってから。そうなんですよ、28日からやる予定でよろしくお願いいたします。会期中は、うんうん、まあ在道在カフェしようかなという感じ。そうですね、パラパラとしながら行こうかなと思ってますね。おどんぐらいの頻度でやってます？展示に関してですか？そうです。なんかね、今ははちゃめちゃなんですけど、うん、2ヶ月に1回ぐらいのスパンで今やってて。めちゃくちゃ多いですね2ヶ月に1回意味あるんかなぐらいのスパンで今やってますねようやりますね。2ヶ月に1回。そうなんですよ。まあ、大阪、関西中心に。そうですね。今は大阪と兵庫県とか、奈良、京都とかのあたりでやってますね、今は。そんな、ちょっともう教えてほしいんですけど、はいはい、そんな、2ヶ月に1回ってことは、うん、その、場所を決めたり、うん、交渉したりっていうのは そこの場所はどう決めてるんですか？どん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 誘いが来る、ね、なんか今ありがたいことにお声かけいただいてるところとか、うん、なんか1年前ぐらいちょっと中止になったりしたところが結果伸びていってみたいなのとか、そういうのが重なってみたいな感じですね。でもすごいな。なので、おかげさまというか、作品制作ペースはやたら早くなってますね。うん。ってことは、そこそこ毎回こう、出てって、在庫もこう、うん、どんどん作らないと、みたいな感じ。っていうわけでもないんですけど、なんか、あ、出ていくときもあるんですけど、半分ぐらいは新しいものを持っていきたいなと思うんで。まあまあまあ、人情ですね。そうですね。なんで、なるほど。間引いたらまた植えてみたいなことをしてますね。なんか、変な話、うんうん、そういうところで、うん、わさびさんみたいなんがあると、うん、すごいなんか気が楽というか、多分似たような感じかなと思うんですけど、うん、現実の展示でその作品をそれ用にドカッと用意して、まあ、ちょっと旧作混ざってるけどそれ用にドンと用意して、で次の展示までにまたドカッとするけど、その間に全部が売れるわけじゃなくて在庫がその家の隅に溜まっていくのをもうどん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 わさびに登録していったら、なんか気づいたら あの時のこれが今売れんのみたいな感じで、はいはい、こう履けてくれるから、なんかどうせいつか売れるっていう感じに気が楽になるのが僕はなんかいいなと思いますけど、うんうん、高橋さん結構高頻度でわさびに登録されてますよね。いや
あのね、そうですか、うんうん、最近高頻度にしたんですよ。あ、意識的になんですね、それは。あのね、わさびさんに登録したのは、いつだったかな、数年前なんですけど、うん、最初にドドッと登録したまま、その数年間更新してなかったんですよ。で、まあそれでもなんか最初に登録したやつがなんかたまに売れてくれるみたいな感じだったけど、はいはい、ちょっと、もったいないというか、もっとそこに力入れたらもう少し売れる気がするなというのがあったけど、ちょっと他のことに追われてできてなかったっていうのを、この、5月か、5月に、仕事を辞めたので、あ、そうなんですね。そうそう、それまでずっと働きながらやってたんですけど、仕事を辞めて、うん、で、ちょっと毎月コンスタントにガンガン追加していこうっていう感じ。うん、で、この数ヶ月は増やしてる。大体、だから、6月に12、3点追加して、うん、7月にも12、3点追加して、毎月10点以上ずつぐらいは更新していこうっていう感じなんですけど。結構コンスタントですね、それはそれで。うん、ただね、もう8月終わりかけなんですけど、8月に、はいはい、その新規で追加する作品は10点以上手元にあるんですけど、それ裏に後ろにあるのもそういうやつですか？あ、そうですね、これは今日書き始めたとこなんですけど。あ、そうなんや。うん、これはだから来月ぐらいに追加できればいいかなぐらいのテンションでやってるの、うんうん、で、そうだから撮影をしてそれを加工をして登録するっていうのができていないので、うん、まあまあまあ、なんかそんな感じで、コンスタントに増やしていこう作戦。うん。え、なんか話がまた飛び飛びなんですけど、お仕事今辞めたって言ったじゃないですか。インスタグラム見てると、5月ぐらいに個展されてるじゃないですか。モザイクのやつ。個展しました。はい。ありがとうございます。あれきっかけみたいな感じなんですか？そういう。いや、というわけでもなく、もう花から決まって、ていて、あ、退職するのは決まっててみたいな感じ。はい。うんうん。だからその個展が、うん。うん？やめる寸前？やめた後だっけ？いつだっけあれ？なんかもう記憶が。5月、ね。まあまあなんかそのぐらいのタイミング。1日って書いてますね。あれ5月でしたっけ？じゃあもうやめて。5月から31日。やめてすぐかな。やめた後なんや。うん。4月の末にやめたので、うん。やめてすぐぐらいですね。全然覚えてない。そうか、これか。そうなんや。ね、うん。なんか制作の画像を結構さっき見ながら思ってたんですけど、はい、結構あれなんですね、風景っぽいのと、うん、抽象と言ったらいいのかを、うん、ずっとされてるんですね。そうですね、基本的にはもう全部、うん、風景っちゃ風景なんですよね。なんかその、うん、木とか山とか空とか海とか、うんうん、なんかそういう自然の風景のイメージを漠然と追いかけていて、うん、で一ノ瀬さんみたいに何かそこの現場のその風景があるわけではなくて、うん、なんかどっかでこの感じの
はいはいはい、バランス見たことある気がするみたいなのが、その画面に絵の具をベラベラ塗りながら、うん、なんかこんな感じやった気がするみたいなのが、なんかこう多分なんかどっかの記憶の情報をもとにその絵の具を重ねていってて、うん、だからまあ記憶で描いてると言えば記憶で描いてるんだけど、いろんな記憶の寄せ集めみたいな、断片をつなぎ合わせて描いてる、ね、断片をつなぎ合わせて、その一つの絵画の句形の中で辻褄を合わせてるっていうようなやり方なのかな。なんかタイトルが結構そっからのなんていうんですか、割とモチーフを言ってくれる感じがあるじゃないですか。はいはい、ちょっとちょっとあれでしょ、ちょっと鬱陶しいタイトル鬱陶しいから僕は親切やなって思いながら見てましたけどあー、なんかあ、そうなんやなみたいな感じで見てます、うん、なんかね、そうなんですよね、うん、どんな風に見てもらってももちろん一向に構わんって感じはもちろん前提としてあるんですけど、なんか、うん、そのそれを前提にしつつもちょっとこういう興味があるんだよっていう方に多少引っ張って誘導したいのを、うん、タイトルでこうちょっとだけこう誘導尋問じゃないですけど、うん、こっちだよみたいな、うん、ちょっとこうごねって風景のそのイメージに、だからなんか植物っぽいイメージとか、なんか空とか、なんか日照りとか、なんかそういうワードを入れたら、なんかそういう風景とか光景を多分連想するので、なんかそういう、うん、悪あがきです。悪あがきなんだあれは。まあそれで言ったらあれですよね、あの一ノ瀬さんのタイトルってもうなんというか、吹っ切れてるというか、吹っ切れてるんですかね。なんというか、なんでしたっけ、なんかゆらゆらとかふわりとか、なんか、はいはいはい、直接的なのは割と多いですね。うん、あの方式でタイトルつけ始めたのって、まあ、方式って言ったら変ですけど、まあ、あのひらがなで1ワードで、はいはい、なんかなんとなくその形容詞なんだかなんなんだかみたいな、あれっていつ頃からなんですか。なんかあれは去年からですかね。なんか去年の古典とかを全部ひらがなのタイトルにしようっていうのがなんか自分の中であって、でその時、そうですね、最近ですね。いや、あれなんかこうネタ切れしそうやなと思って。なんかこう語彙が、うんうん、いや僕でももうある程度そのシリーズでなんとかってやって 1,2,3,4,5 って数字で分けちゃうけど、それもしてはらないから、それぞれちゃんと一個ずつつけてはるから、なんかそのうちなんか言う言葉なくなりそうな。そうなんですよ。なんか今回の作品も命名するのになんか 2,3 日ずっと悩んで、あーでもこうだもないみたいなのずっとしてるんですけど。え、タイトルってやっぱ最後につけますよね。そうですね、僕は後付けって言ったらあれですけど最後につける感じです。ああ、僕もです、僕もです。うんうんうん、むしろ最初につけられないというか、なんて言うんですかね、あんまり最初にイメージがないので、うん、うん、でもなんかひらがなだけはあれなんで、ひらがなって
いろんなんていうんですか、含みがすごいあるからいいなと思ったんですよ。はあ、はあ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 。漢字だと意味が限定されるし、英語も割と単語ズドンとかになりがちなんで、うん、もうちょっとなんですかね、意味が重なるものってなったらひらがなを使ってたんですけど、けどなんか、最近は漢字とかも割と入れる方ですね。なんかそれをあれですね、うん、例えば海外で売るってなった時に翻訳が難しいですね、うん、そうなんですよね、それは思ってます。 AI とかね、うん、なんか今日もタイトルでなんか色は匂いのとかつけたんですよ。おお、いいですか。あの色は歌のやつですねとかを出てたんですけど、うんうん、いや海外でどう翻訳するんやろうなとか思いましたね、それは。うん、うん、なんかそういうのアシストしてくれる環境がね、まあ、できたらいいんだとは思うんですけど、うん、なんかね一回これタイトルではなくて高原修平の作家のステートメントの文章を、うんうん、あれ何年やったかな、2017年ぐらいだったかな、の文章を友達に英訳してもらった時があって、うん、それがその作業自体が結構楽しくって、その時のステートメントの内容がざっくり言うと、なんか今そんなことあんまり考えてないんですけど、日本っていう土地はどういう土地なんだろうっていう、その外から大陸から入ってくるものをどんどん受け入れたり排除したりしながら自分たちのものにこう作り変えていって言ってるような土地であり民族であるんじゃないかなと思っていて、はいはいはい、でそれが、近代化に伴って、昔はそれを取り込むときに自分たちのものにしていく、うん、ゆっくりこう消化して咀嚼する反芻する猶予がどこかに多分あったんだけども、それは近代化に伴ってどんどんなくなっていって、どんどん入ってきて飲み込まれてなんとかやってみたいなのを、でもそれでも明治維新とかでこうしっかり自分たちのものに しつつでもみたいな、なんかそういうようなことをなんか適当にまとめたんだけど、うんうん、現代の淡水化であるようなやつですかね。あ、めっちゃめっちゃ見てくれてはるじゃないですか。読みましたよ。すごい。結構読んでますよ。すごい。えら。ありがとうございます。そう、それも淡水化の話を、うん、ちょっとその言葉選びとかも気を使って書いた文章を英語に直すっていうのを、あれ英語か、難しそう。そう、あれをねやってもらったのが面白くって、うん、なんか普通にその喋りながらこれってどういう意味みたいなのを聞かれながら、こういう感じの雰囲気なんやけどみたいなことを言いつつ、じゃあこの単語やったらちょっときつすぎるからこっちかこっちかかなみたいなのを、こういう言い回ししたらこういう意味合いが別に入ってきちゃうから誤解されるかもみたいなのを、うんうんうん、なんかあれは面白くって、まあそういうやり取りがね、こう作品のタイトル一つでもいちいちできれば理想だと思うんですけど、うん、まあなかなかね、まあ、たまにやりたいなと思いますけど、うん、いやそれはそうですよね。なんか海外に向けて発信するっていうのが割と今簡単ではあるじゃないですか。うんうんうん。けどそういう語彙力とかの面でなかなかつまずくみたいなのがあるので、うんうんうん、それはそう思いますよね。一ノ瀬さんってはいはい、あ今調べてくださってるんですね。あ、はい、今ねこれで僕予習も何もしてない。
僕がね、ちょっと1時間ぐらい風呂入った後待ってたんで。あ、一ノ瀬大地。多分インスタグラムから辿った方がホームページ行きやすいかもしれないです。あ、でも普通に Google で出ましたよ。出ました？はい、一ノ瀬大地。そうか、95年生まれ。そうですね、高原さんのいつですか？ここ下。になります。すごいなぁ。すごいのかどうかはあれですけど。同期とか大学の同期とか、うん、まあ、前後の後輩先輩とかで、うん、作家活動をしてる人ってどれぐらいですか？どんぐらいいます？1年に1人ぐらいじゃないですか。僕の大学の方は1学年に1人ぐらい。そうですね、1学年、うん、美術コース自体がそんなに多くないので50人ぐらいなんで1人2人って感じです。じゃあ一ノ瀬さんの同期には1人いるいないぐらい。1人京都芸大の院に行った子がいるぐらいですかね。あーは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 は。その方は今ちょうど院出て活動し始めたみたいなところですよ。まあ減る一方ですもんね、基本的に年を追うごとに。それ気になってるんですけど、やっぱ減るもんなんですか？あのね、僕が知る限り一、うん、人だけね、さっき一瞬入ってくれてたけど、一人だけ辞めて、うん、再会した人はいますね。おお、それはお仕事を辞めるのか分かんないですけど、途中でやり始めたみたいな感じですか？ね、その人の場合は、うん、普通にバリバリ仕事をしていて、仕事をする中で逆に、うん、自分がしたいことみたいなのが、うんうん、仕事をと通じて見えてきて、でそれは別に仕事は仕事でやりたいことであるけれども、仕事をする上で、あ、こういうことがやりたかったんじゃんみたいなので、それはそれで作家活動をその再開するというか、あー、やりたい、その人が思い出した、ね、そう、うん、だから卒業した時点ですでに制作はしてはらんかったから、うん、6、7、8年、7年ぐらいはブランクがあったけど、うん、うん、この1年ぐらいで再開というパターンは1人だけいました。それって外にも出していくタイプなんですか？なんていうんですか？制作して発表って、うんうんうん、やってますね。個展ももうすでに2回ぐらいやってはるのかな。で、ブランクからオンラインでも販売してるし、うん、うん、バイバリ、まああの藤野真嗣という人なんですけど、藤野真嗣さん。藤野真嗣という人なんですけど、まあ、はい、僕のフォロワーにいるので、またよかったら見てあげて。あとで探りますね。はい。まあ、でもそれ以外は、なんか、前のわさびの、はいはい、展示会の時に、偶然ですけど、京都精華の卒業生の方3名おられたじゃないですか、高原さん含めて。ちょっとびっくりした。たまたまね、謎に。はい。精華多いなって思いながら見てましたけど。見てましたね。結構、精華はあれですか、卒業してもされてる、作業というかね、発表されてる方が多いんですかね。どうなんですかね。
これもすごい乱暴な分析ですけど、はい、ずっと、造形、京都造形と、うん、まあ、今、京都芸大か、売り芸と、聖歌大が次第の京都で比較されて、で、まあ、一芸はあったけど、聖歌と造形がある、あって、造形は、ちゃんと、その、卒業後に、アーティストとしてどう売っていくのか、どう営業するのかっていうこともちゃんと4年間で学んで、自分をプロデュースしていって売っていくっていうのをファインアートでもこうやっているけど、聖歌は全くそれがなくって、その美術とかアートとかを4年間ぼんやり、なんか哲学とかを交えながらぼんやりなんとなく考えるけど、4年経って卒業したら、あれみたいな、どうやって生きていくのみたいな、そんなこと習ってないみたいな感じ、うん、で、だから、その あえて比較をすれば、造形卒の人は、その身のこなし方とかもある程度分かっているし、うん、そういう縦のつながりとかもあるから、教えてもらったりしながら、そのギャラリーに売り込んだりとか、なんかそういうのが分かってて生き残っている人が多いイメージだけど、聖歌はそれが分かんないから、なんかこう実力があって運がいい人だけなんか残るみたいな感じがあったんだけど、多分ですけど、多分コロナになってオンラインでのその発信とか発表とか販売っていうのが当たり前になってた時に、聖歌の卒業生たちは多分すごく助かったと思うんですよね。自分一人でそのインターネットつないでスマホ一個あったら、インスタライブもできるし、 YouTube ライブもできるし、そこで発信ができて販売ができるっていう、なんかすごい不器用な人でもできちゃうみたいな、うんうん、そこで多分聖歌の人たちには親和性があったんじゃないかなという、すごい雑な分析を勝手にしてます。単純に僕がそうだったからってだけなんですけど。結構 YouTube のライブ配信とか高原さんされてるじゃないですか。最近やってないですけどね、はい、あ、最近やってないですね。なんか猫の動画を上がってんなって思いました。お腹出して申し訳程度に猫、はい。なんかやっぱそう、コロナに入ってから活用しようみたいな感じになったんですかね。そうですね、それはもう本当に去年ですね、2020年の、うん、夏前か、6月とか7月とかだったかな、その時働いてたので、前職の職場で、完全リモート勤務になったんですよ。出勤が停止になって、でその流れがあって、なんか仕事もリモートやし、なんかちょっとこう不穏な空気感になってたから、うん、なんかそれをこうなんか嫌だなってなって、悲しむんじゃなくて、なんか、あ、じゃあこんなことできるじゃんみたいな、前向きにこういろいろやりたいと思ったので、うんうん、積極的になんか YouTube とかインスタライブとかなんかそういうのをやっていこうと思ってやり始めたんですけど、うん、はいはい、どうですかね、まあ、それで効果、多分、うん、やればやるほどいいっていうのはありましたが、これね、ほんま、本当に YouTuber と呼ばれるような人たち、ほんまに尊敬するんですけど、うん、継続ってめっちゃしんどいんですよね。うんうんうん、この飽きちゃうから、最初はなんか、自分でも、なんかカメラセットして、なんか、トークして、なんか配信してみたいなのが、なんかこう、楽しいけど、なんかこうだんだん飽きてくるからめんどくさくなるし、でも YouTube に上げとけばなんか誰が見んねんって
感じで自分で思いながら上げてるけど、地味にこう見る人はいて、うんうん、でもそれでも再生数一番多いやつでも400とかなんですよ。なんか200とか300とか400再生みたいな感じで、うん、なんかその YouTube の中の動画ではもうカスみたいな動画なんですけど、でもそのトークをしてて400再生されてるって普通考えたら、うん、個展の会場でそのアーティストトークしますっていうのに400人来ないじゃないですか。なんか結構体育館埋まってるイメージですよね、400人でしょでしょなんか個展会場に10人ぐらい来てて10人の前で話すっていうだけで実はそこそこな人にが来てくれたみたいな感じなのが、うんうんうん、YouTube のなんかゴミみたいな再生回数の400再生でもそれに置き換えたらめっちゃすごい、うん、めっちゃいろんな人に訴求できてるっていう、だ今だって8人の方が見てくれてありますけど、ね、ありがとうございます。いや誰が見んねんっていうこんなこと言っちゃダメなんですけどっていうのでも、ね、だってこれが個展会場でアーティストトークします、対談しますみたいな感じで前に8人いてくれたらめっちゃ嬉しい、あ8人も来てくれてるみたいな感じ、うんうん、それがこう気軽にこんな感じでできるっていうのはうんすごいでかいことだからじゃんじゃんすべきだなと、うん、思ってます。僕が結構出し渋るじゃないですけど、こういうのをしてこなかったタイプなんですよ。ネットを使えるようになったとはいえ。あ、そうなんだ。意外と。そうなんですよ。なんやったら、このインスタグラムのアカウントも、去年の11月に作ったばかりで。え、そうなんだ。そうなんですよ。意外だ。そうなんですよね。なんで結構今緊張して大変なことになってますけどもあ、そうなんですかあ、そうかそうか。なんか意外とその意外とっていうか、うん、年代的になんかもうじゃんじゃんそういうのには慣れている方なのかと思ってました。年代的には慣れてた方がいいんでしょうけどね、本人がやってまあなんとなくですけどね。わかりますけどね、言ってることは。そう、うーん、いやなんか今日やってみて確かに使っていけばいいんだろうなとは思っていますね今。うん、だってうん、実際なんか見てくださってますもんね。ありがたいことに。うん、なんかもともとラジオとかはね、なんか発信したいって言ってたじゃないですか、お会いして。はいはいはい、うんうん、なんかもともとそういうのに興味はあったんですけど、うんうん、生きていなかったので、うん、いいタイミングです。なんか、使い分けというか、うん、なんていうかね、熱量の差というか、うん、なんか、しっかり準備して、台本じゃないけど、この、こういうこと話しましょうみたいな流れをちゃんと打ち合わせがあった上で、はい、みたいな感じで始める、YouTube の動画みたいなのは定期的にやりたいと思ってるんですけど、はいはい、なんかそれとはちょっと別でこういう感じの、うん、あの何喋りますみたいなことを言いながらはいはい、はい、やるやつ、こういうやつもやりたいと思っていて、どっちかじゃなくってなんかどっちもですよね。うんうん、こういう感じ、こういうラフな感じじゃないとできない話もある気がするし、うんうんうん、まあなんかこういう感じで喋っててもなんかこう上滑りしてなんか
何の話もできないままチュルンとこけて、なんか、あ、じゃあ、あ、おやすみなさいみたいな感じで終わることもある気はするんですけど、まあ、それはそれでいいやと思うし。え、それはあれですか、高原さんが毎回ゲストをお呼びしてみたいなイメージなんですか？そうですね、いろんな人と話したいけど、うん、なんかこう、言うてね、そんなに無限に知り合いがいるわけじゃないから、なんかこう、まあ、それこそ、その、一ノ瀬さんとの、その、こういう会を、うん、その、定例でやるみたいなのは、不定期だけど、うんうん、その、第何回ですね、今日は、みたいな、なんかそういうのを、なと思ったり、まあ、それこそラジオっぽい考えですけど。ちょっとやりたいですね、定期的に。うん。面白いかもしれない。全然関係ないこと言っていいですか？あ、言ってください。あの、YouTube の話になっちゃうんですけど。YouTube、はい。猫の前に、神戸の山ずっと映してる動画あるじゃないですか。ありますよ。2時間ぐらい。そうそう、2時間ずっと神戸の山映ってる。うん。あれ、何の実験やったんやろなって思って。あれね、あのね、え、あれ見ていただきました？あれ最後まで見たら何かあるんですか？最後までは見なかった。2、3分見ました？5分ぐらいまではとりあえず流しましたよ。しかもなんかザーって言ってるでしょ。そう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 。これで、あのね、結構高橋さんの YouTube チャンネルが謎で面白いなと思って、これね、いやもう実験でしかないですね。どうなんでやろうと思って。実験なんやこれ。うん、あのね、ね、うん、あ、正確には1時間40分か、1時間40分の、うん、空の雲の動きを撮って、最初は、はい、あの早送りにして5分とか10分ぐらいにしてビャーっと雲が動くやつを上げようかなと思ったんですけど、うんうん、早回しのやつ、早回しの、うん、でそれ、作ってみたら面白かったんですけど、なんか見たことあるやつやったんですよ。で、それいくらでもあるわと思って、逆に加工しないっていう元データのままアップするっていうやつ。高原さんのこう YouTube 動画を見た、開いた時に動画、だいたい1時間20分ぐらいあるじゃないですか。ある、ある、長い。長編対策ばっかりやから、開くのをためらうというか、一回。いや、うん。これをね、あの、あえて、それは狙ってやってて、あの、猫のやつ以外はめっちゃ長いんですよね。そうですね。猫だけ極端に47秒で。そうそうそう。これってね、うん。いや、まあ、矛盾するんですけど、僕別に YouTuber になりたいわけじゃなくって、 YouTube のっていうツールをなんかこう使えるものは使った方がいいじゃろうっていう、活用するぞっていう感じで始めてるんですけど、やってるんですけど、YouTube の、収益化の条件っていうのがあって、動画再生数でいくらもらえるみたいなのの条件があって、それがまずチャンネル登録者数が1000人以上で、かつ、うん、何やったかな、直近1年間か半年か1年間の総再生時間が何万時間以上みたいな、なんかそういうラインが引いてて、うんうん、だから僕はあとチャンネル登録者数を971人っていう、まあ、あとちょっとなんですけど、
今29人なんで、いや、もうちょっと。971人。はい。あとちょっとだけ。あとちょっと残せば。そう。で、まあ、何が言いたいかっていうと、バンドをやってる友達がいて、その友達が先に YouTube やってて、はいはい、で、自分の曲をどんどん YouTube にアップしてて、なんか100回とか300回とか、いいやつは1000回再生みたいな感じになってて、で、そいつが先にやってたから、YouTube ってどうやっていじんのってことをちょこちょこ聞いてた時に、うん、その、YouTube スタジオっていうその自分の動画を管理するアプリケーションがあって、そこでその全体の動画の総再生時間がボーンって出てるんですよ。はいはい。でそれがそいつの表示では何十分やったんでしょう。一曲が短かったですかね。そう、僕は何十時間やったんでしょう。だから1個の動画が3分で1回見ても1再生されるけど3分しか再生されないけど、1時間の動画を1人見て1時間見てくれたら、その3分の動画をだから20回見たことになるのよね。だからそういう感じで、なんか長いやつをなんかダラダラ見てもラジオ感覚で見ても聞いてもいいやっていう人が再生してくれたらお得じゃないかっていう、そういう作戦なんですけど、でも登録者をあと971人入れないといけない。え、なんかこんだけインスタグラムを見てくれてる方がいるんだったら、そっからこう見てくださる方がいるんじゃないかなと思うんですけどね。そうなんですよね。だって全員がまだ見てないんですよね。見てない、見てない。だから、うん、うん。そうなんですよね。なんかね、やっぱり、今入り口をインスタグラムにしか持ってないんですよね。はいはい。僕はインスタグラムで見てもらったのを、うん、わさびか YouTube かにこう誘導するっていうその経路しかないですけど、うんうん、一ノ瀬さんはどうしてるんですか？え、僕はそんな何もしてないですけどね。もう、ツイッターも一応してますね。でもツイッターとインスタグラムが基本動かしてるぐらいですかね。そうか。なんか他の方にも聞きたいですよね。どうやってやってるんですかって。だってこの間のあの村井大先生のその売れ方異常やったじゃないですか。はいはい、村井大先生すごかったですね。村井大先生の売れ方意味わかんないから。何をどうしてはんのかな、わからんな。もう結構あれですね、クリーマとか他のツールも使っているとは言ってたので。クリーマ、販売する用のサイトみたいなのがあって。ああ、あのベースとかスズリみたいなやつですか。そうですね。でもそこはプラットフォームになってるから割と人が回ってるんだと思うんですけど。こんなん初めて見た。なんかベースとかはどうしても自分のお店になるから人がそこに来るのに、結局こう、あ、ちょうど村井さんが来られましたね。 あ村井大先生だ。なんですね。作家さんが見てくれるのを
恥ずかしくなりますね、これ。おお。そうか、だから、その、結構、大きい問題だと思っていて、その、5年前には、3年前には、ほぼありえなかった、その、うん、作家が、作家だけで、個人の力だけで売れるし、はいはい、集客できるし、うん、っていう時代になったわけですよね。そうなると、うん、そのギャラリーとかお店っていうのが一体何なのかっていう話になってくるんですよね。それはちょっと思うところがありまして、僕は、はい、自分に集客力がないときはやっぱりそれはだいぶ強みでありはするなとは思ってますね。ギャラリーの力とか、今ギャラリーホワイトチューブであんまり僕はしてないんですけど、うん、カフェギャラリーとか、まあ普通に古民家とかでするじゃないですか、うんうんうん、オルタナティブって言われるところで、はい、そういうときはやっぱりそこの、そこの人たちが持ってるコミュニティとかっていうのがすごい力になるなと思うことが多いですね。でも、うん、結果的にそういうところでやってそういう人たちの力を頼って来てもらった結果、その人たちは、あ、一ノ瀬さんいいねって思って帰るわけじゃないですか。はいはい。そうすると、その人たちはこう潜在的に一ノ瀬さんのフォロワーになっていくわけじゃないですか。うんうん。そしたら、例えば、また別の場所でやる。別のまた面白い場所でやるってなったら、そこで、そこに来る人たちがたまたま一ノ瀬さんを見てくれるけども、前見てくれていいなと思ってくれた人がこっちに来るわけじゃないですか。さらにプラスアルファ。はい。っていう感じで、そのまあフォロワーというか、まあ単純にファンなんだけど、雪だるまみたいな感じね、雪だるま式にというか、うん、うん、なんかそれが、うん、まあこれまでだって当然ずっとそれは当たり前にあるんだけど、それがそ販売とかに直結するようになってるのかな。あ、自分たちのその窓というか、インスタグラムだったりを通してってことですかね。うん。うん。それはなきにしもかもしれないですね。うん。一ノ瀬さん、まあ、時間大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。むしろ大丈夫な感じですか、これ。今何分ぐらいやっている？今ね、ちょうどね、1時間弱ぐらいで、おうおう、ちょうど1時間ぐらいなので、1回話を区切ってもいいかなと思って、っていうのは、はい、まあ、たまたま話の流れでそうなったんですけど、その、うん、割とビジネス的な、どういう戦略的な話に、なっているので、なんか一旦それは置いといて、はい、なんか制作の話も聞いてみたいなと思ったりしてたの で今結構そっち系の話になってましたもんね。うん、うん、そういう話に無理やり切り替えてもいいかな。1時間まで切り替えましょう。よし、これなんか制作の話であれなんですけど、はい、前回の個展、前回か、これは試験管のやつってこれいつですか？試験管のやつは前々回かな、1年前ぐらいですかね、かな、うん、1年ちょい前ですね。全然前回か、全然前回なんです。高原さんはどんぐらいの頻度で個展をされてるんですかね？
大体1年に1回、うん、ないし2回ぐらいの頻度でやってきているですね、うん、活動自体は割と神戸あたりが多いんですかね。そうですね。なんか、うん、まあなんかその都市によりますけど、なんか、うん、ギャラリー主催のコンペみたいなのに出してみたりとか、うんうんうん、まあ、まあ、いずれにせよ近畿、関西でですね、1年に1回ないし2回の個展をしながら、間に2人展とか3人展をやる年もあったり、なんかコンペに出してみたりみたいな、なんかまあそういう流れですね、うん、これ試験管とかを使おうと思ったら割と絵ばっかりをそれまではしてきたけど、急にこれだけみたいな感じなのはなんでなんだろうと思って。学生の時から実は絵画以外のものを扱ってはいて、うん、普通にガラスのタイルみたいなやつに色塗って、うん、いろんな色塗ってそれを並べるとか、うんうん、あとはプレパラート、顕微鏡のプレパラートに絵を描いてそれを並べるとか、そういうのは、うん、実は学生の時からしていて、でっていうのがもうこれ単純に気分の問題なんですけど、気分なんや、画家って言いたくないんですよ。お、作家と言いたくて、自分の中で、はいはい、画家、絵を描く人に自分を限定したくなくって、うん、そのいろんな表現方法があって、そのためにはそのなんか気になることを、うん、になんかこういうことが気になるんやろ、気になるんやけどっていうことに向かうための手段として表現媒体があると思うんですけど、それが絵画だったり彫刻だったり、もしかしたらダンスのパフォーマンスなのかもしれないし、みたいな無数に表現方法はあるんだけれども、そのスタンスとして気になることがあって、それに向かうための最善の方法を毎回ゼロベースで探して選んでるっていう体を取りたいんですよ。あ、なるほど。もう毎回ずっと油絵を描いてるんですけども、テンションとしてはこういうことが気になってる、それをに向かうためには最適な方法は油絵を描くんだっていうのをいちいち選びたいんですよ。一応再認識というか毎回してるんです、うん、そうです。で、そうなんだ。その 98% ぐらいは油絵を選択してるんですけどはい、はい、2% ぐらいなんかガラス板に描いたり試験管を使ったりみたいな、うん、選択肢も出てくるみたいな、なんかそういう感じです。じゃあ割と個展ってなったら、そのタイミングタイミングで一回はそういうプレパラートだったり別の素材がちょっと入ってくるみたいなニュアンスになる。うん、そうですね。うん、そうです。そうですね。うん。なんか高橋さん前はさ、ん、阪急でお話ししたときに制作を結構、まあ、後ろの画像もそうですけど何枚かまとめてするって言ってたじゃないですか。あ、はいはいはい、うん、します。なんかなんて言うんですかね、結構同じイメージ事柄をこうしたいみたいなのがあってぐちゃぐちゃしてて、を同じシーズンのやつ全部同じのをぶつけてる感じなんですか。4枚あったとしたらそれ全部なんていうんですか、
同じ事柄について取り扱ってるというかテーマ。なるほど。そうです。そうです。うん、そうです。多分。なんか前回話していたのは、あの稜線のやつ、はい、あ、うん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 、バランスの話のやつで、あ、うんうん、これは全部こういうことでやってんねみたいなことやったから、はいはい、あ、これはそうなんやなっていうのが分かって、あ、うん、それはそうです。だからそさ、最初のタイトルの話と近いんですけど、その絵を描き始める段階でこういうことをしようとは一切思っていなくって、うんうん、白い画面が目の前にあったら、あ、また白い画面かってなるからってこうなんか 2,3 時間ぼやってして、で、まあ、あ、待ってるだけじゃ絵は進まへんのかって毎回なるからわーはーってなって、あ、筆で絵の具つけな進まへんねんってはーってなるから、なんかこう絵の具つけて、なんかその時思う感じでギャガって進めたらうーんってなるから、それに対してガガってきたらここにギュギュやろうってなったら、ガガってきてギュギュってなったらここにピュッピュッってやるやろうみたいな感じで、なんか進めていく過程で、なんかそういえばこういうこと気になってるんよみたいな、なんかこの例えばだけど最近の、もう最近のハマってることみたいな、ブームみたいな感じ、虎のこの時間帯のこの雲の下のここの感じってなんであんな感じなんやろみたいな、なんかそういうことが、例えばですよ、がなんか入ってくるから、入ってきてそれがなんか絵に連動したら、そこで初めてそっちに寄せていく感じになって、うんうんうん、そうすると例えば4枚とか同時に描いてたら、その事柄に対してバリエーションを同時進行で作れるから、例えば雲のイメージをしている抽象画をしてるときに、1枚だけだったらその状況1個しかできないんだけども、その朝の雲の感じと夕方と真っ昼間と雨の人って同じ雲の感じだけど、それぞれの表情のバリエーションを同時に一気に作れるから、なんかよりその雲の感じだった雲の感じに迫れるし、で一個の雲のあの感じっていうのに向かう一つのことにで同時にバッと複数枚できるからお得っていう、うんそういうことなんだ。うん、なんかそういう作り方になっていますね、うん、だからそれがサイズに比例していて、小さいサイズほど同時に8枚とか書いてるけど、はいはい、大きいサイズになると2枚とか、大きいやつだったら1枚になるけど、だから1枚になるとその中でいろんなバリエーションを1枚の中でこうやるから、うん、労力は結局一緒なんですよね。それは結構あれなんですか、アトリエのサイズによって今は決まっちゃってるみたいな感じなんですかね。それは否めないんですよね、うん、体育館ぐらい広かったら50枚ぐらい一気に描くんですかね。それそれいいっすねそれやりたいな、体育館でやってるな、レジデンスみたいなんで。ああ、それいいな。いいですね、100号を20枚同時に書くみたいな。ああ、夢あるなそれいいな。誰が見んねんみたいになりそうやけど夢ありますね。
で逆に一ノ瀬さんの制作、うんうん、まあ最近の制作っていうのはもう一枚完結、この絵始めました、描きました、描き終わりました、でその話は一旦終わり、じゃあ次っていう感じですか？いや割と僕も何枚かくくりがあって、5、6枚とかくくりがあって、うんうん、それは割と一貫じゃないですけど、今回はここら辺みたいなやってますね。あでも割と個展とかに合わせてここぐらいを取り扱おうみたいなで、はい、なんですよ、2、30枚が一気に全部同じじゃないけど似たニュアンスみたいなのあるかもしれない。あうんうん、なんかう、うんうん、絵の、うん、まあ、描き方じゃないんだけど、うん、テイストというか、うん、雰囲気を変えていこうって思います。僕は割と変えたくなっちゃうタイプですね。あ今の風景がもうなんだかんだまだ 1,2 年なので、うんうん、そうですね、多分こっからもうちょっと変わっていくだろうなとは思いながらやっています。その変化っていうのは、うんうん、かなりコントロールされたものですか？コントロールっていうのは自分が今はギュッとやりたいからギュッとやるみたいな、そういうコントロールですかね。そう、そうです、そうです。それはどうなんでしょう。でもなんかやっていくうちに、なんて言ったらいいですかね、割と早書きなんですよ。うんうんうん、なんかビュッと書いちゃうから、うん、ビュッと書いてる間あんま意識してないから。はいはい、終わった後にああ同じようなんばっかになったなみたいな時があって、あそういう時に意識的になんか、うん、いや次もうちょっとこうしようかなみたいなのはあるかもしれないです。あその時思った、うん、あ次もうちょっとこうしようかなっていうのがその次始めた時に反映されます、うんうん、僕はあんまりされない方かもしれないですね。あですよね。なんかあんまり何ですかね、終わった後とか書いてない時は割と頭でぐちゃぐちゃしてるんですけど、うんうん、書いてる時はあんまり何も考えてなくて、うん、なんかそうですね、なんか取り扱いたい事柄みたいなのはどんどん変わるじゃないですか。はい、なんかそうですね、なんか僕ちょっと前はなんか何ですか、吐かないみたいなのをやりたいと思ってたんですけど、うんうん、それは今ちょっと薄れてきて、もうちょっと、うんうんうん、なんというか祈りってなんだろうとか願いってなんだろうみたいなのがあって、うん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 、そういうの神社巡ったりするんですけど、へえ、あとなんか空描くのも割とそういう太陽の祈りってなんだみたいなとかがあるんだけど、描くときってあんまりそれが気にされないというか、はい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 、その、はい、なんか神社に行ったりなんかその外に出かけていくっていう時って、はい、その絵を描くための取材活動みたいな意識があるんですか？取材活動っていう意識はあんまりなくて、うん、気がついたらって言ったらあれですけど、あんまり計画せずに外に出て
結果的にそこに行くとかも割とあって。へー、そうですね。意識的に行くことはもありますけど、行ったところでいいものに出会えるのはまた別なので、それはそうじゃないときの方がいいものを見てるかもしれないですね。なんか最近結構悩んでて、僕悩みが悩みがなんでこの絵描き出したんやろうって毎回なるんですよ。これもなんですけど、1日目でって言ってましたよね。うん、そうです。今日描き始めて、この描く、描き出す絵のコントロールが全然できなくて、例えばこうまとまった作品を個展とかで発表して、それを1週間自分で、客観的に確認をして、あ、今こういう状態だからこういう方向性で進めようみたいな、そういう分析は、うん、まあまあいろんなタイミングでするじゃないですか。で、あ、こういう良さが多分そこを進めたらこういう面白さがあるんじゃないかみたいなのを冷静に考えてるときは考えてて、あ、それいいじゃん、その方向性でやったら面白そうってその時思うんですけど、いざ書き始めるとその通りに全くいかなくって、そのなんなら僕今抽象画のその余白の良さとかストロークの面白さみたいなののを画面上でぐちゃぐちゃっと平面的に色をこうぶつけて抽象画を描こうっていうテンションだったはずなのに、今日描き始めたらこれ普通にね風景描き寄るんですよ。あ、そうなんですか。それそう、これ、ま、分かりにくいんですけどね、これ山なんですよ。空があって、稜線があって、はいはい、木なんですよこれ。分かります、分かります、うん、それで実だから言ったらこれ僕の中では極めて具象画なんですよ。はいはい。なんで今具象が書き出してんのってなってるんですよ今日。意味わかんなくてコントロールできなくて。え、そういうのってそれはそれとして完成にさせるってことはないんですか。はい、いやでもね、書き始めちゃったからこれはこれでこの方向性で落としどころを見つけます。そうなんだ、うん、あ、でもそういうこと、うん、ありますけどね、割となんかこういう絵が描きたいと思ってることができない、できないことは多々ありますよ僕も。まあそりゃそうか、そういうもんか。なんか今回も個展をなんか光に手を振ってってタイトルつけたんですよ。光に手を振って、うんうん、なんかそれは、うんうん、なんかこれまでの、あ、ちょっと自分の話になるんけど、あ、してください。今年の個展を全部左右上下前後ろで名前を立てていて、全部、はい、あ、順になんか言うとちょっと待ってくださいね、忘れちゃったんで、はい、大丈夫です。ゆっくりで。上下、はい、上下左右後ろ、あ、そう、過ぎた日を積むっていう、過ぎるっていう後ろの感覚、終わったことっていうか、パスと積むっていう、ね、はい、上に積んでいくっていう感覚、はいはいはい、後ろと上の方向性っていう、過ぎた日を組むっていうのをやって、うん、はいはいはい、で明るみをこぐっていう、なんかこぐっていうのが僕の中でこう後ろを向いて進んでるっていうイメージがあって、ああ、うん、いいですね。明るみっていうのがなんか前やけど後ろを向いて進んでるみたいな、
はい、先が分からないようなイメージ、はいはい、前と後ろのイメージで明るみをこぐってして、いいですね、はい、で今回光に手を振って、で光っていう前のイメージと手を振るっていう左右のイメージに出るんですよ。で光っていうの全然なんか感知できないし、こう今色が見えてるのも光のせいとか、こういろいろあるじゃないですか、物理学的な光とか、はいはい、理屈では全然そうそう全然わからないみたいな、うん、けどそういうものになんかあると分かってるみたいな感覚、うん、なんか手を振るっていうのも挨拶さよならとかおはようにも使うし、うん、なんかどっちの意味にもなるじゃないですか、こう、はい、会うっていうことと終わるっていうことの意味合い、うん、にもなるなみたいなありまして、まあ名前をつけたんですけども、いいですね、のなんか内容が赤い絵を描こうって思ってたんですよ僕、うんうんうん、赤い絵風景で描いたろうって思ってたんですけど、うん、梱包にはしてたんですけど、うん、青と緑だけに合ってて赤い絵ないなと思って、赤はどこ行ったんやろな、もうコントロールは全くできてないですね自分の中でああ、まあやっぱそういうもんか、僕が苦手なだけかもしれないですよね。そうですね。なんか苦手なことなんかもしれないですけどね。やろうとしていることが。うん。なんか赤い絵の具も普段使わんけど赤い絵の具描きたいみたいな。あ、絵の具描きたいことがね。高橋さんの逆に風景画を描こうという意識で風景を描くことがあるんですか最近も。それは、現場でっていう意味。現場じゃなくてもなんかさっきの後ろにある絵がこう、はいはいはい、山の稜線になっているみたいな、うんうんうん、けどもともと抽象画をしたかったんやみたいなことじゃないですか、はいはいはい、けどそうじゃなくて俺は今日山の稜線を描くんやで始まるパターンあるんですか最近。ああ、最近はないんですけどありますよ。あるんだ。あの結構ね僕このこの構図このあのめっちゃあの僕の中で一番単純な画面構成やと思っていて、うんうん、その画面のその横向きにギザギザって書いたら、うん、画面が分割されて色面で分割されてこの面とこの面になって、うん、で下の面が山になるっていう上の面が空になるっていう、はいはい、めっちゃシンプルな画面構成の方式なんですけど、これがね、あのアトリエのベランダから毎日見えるんですよ、六甲山が。おー、めっちゃいいですね、それ。毎日見える、洗濯物を干すときに見えるんですよ。はいはい。あの、山が。で、そのイメージが、基本的なその風景のフォーマットの一つとして、なんか僕の頭の中にあって、なんかの時にこの、分割画面を二分割ギザギザに二分割して山と空にするっていうのが出来上がっちゃってるから、うん、なんか多分無意識に困った時にそうなっちゃうのかな。高原さんのホームページ見てて、はい、めっちゃ見てくれてますね、ホームページ更新してないのにあ、昔の絵だと思うんですよ、ランドスケープの図で結構縦構図で細長い山のやつあるじゃないですか。はいはいはい、あれかな、うん、そういうのからずっと引き継いでんのかなって思ってたんですよ今の見える。ああ、うんうんうん、おおむねその系譜です。
うん、うん、この時も神戸にいた時なんですか？ね、いや、京都ですね。ああ、京都なんだ。あ、でも京都だけど、うんうん。ああ、でもね、うん、ものによるんだけど、うん、京都の山と神戸の山とがありますね。これも意識としてはそんな変わらずあれなんですかね、式面の構成っていう感覚なんですね。そうです、基本的にはそうで、うん、うん、だからゼロではないんですけど、ほとんどその山を描いてるとか木を描いてるっていう、うん、描写しているっていうテンションはほぼなくって、うんうん、その画面上絵画のこのサイズのこの絵の中の、まあ、塗り絵って言ったらちょっと語弊がありすぎるんですけど、バランスというか、うんうん、そうそうそう、バランス、色面をこう、うん、うんうん、こうして、はいはい、分かってくれてるかって。うん、あくまでもそれだけかな、うん、そうなんだ。なんかその感覚があれなんでしょうね、今の抽象画にもそのまま乗ってくる感じなんですかね。あ、そうですね、多分なんか結構高原さんの見てるレイヤーというか色の分けているところと上のなんか線を描く、なんていうんですか、スペースといったらいいのか、レイヤーとか割と分かれるじゃないですけど、うん、あるなぁと感じるんですけど、あ、勝手な見方かもしれないですね。いや、何なのかな、うん、何なんでしょうね。うんうん、一ノ瀬さんって受験の時にバチバチにデッサンした派ですか？しなかったタイプですね、僕。しなかった派、僕した派なんですよ。はいはい。バチバチにデッサンして、石膏デッサンしてずっとしてたみたいなタイプなんですね。で、あれ、入学が多分2年遅いのは浪人なんですか、それとも留学かなんかされてるあ、うん。1年浪人してます。うんうんうん。うん。じゃあ、そのあとバチバチなんですね。そう、だから、入学時点で、描写をするっていう脳みそにその時はすでになっていたんだけれども、その描写をする、だからずっと大学入って2、3年は現場に行って書いてたんですよ。まあ、現場って言っても大学のおお、くらいなんですけど、はいはい、目の前に風景があって、そこにキャンバス、イーゼ打ちル込ん立で、てて書いてたんですよ、見ながら。で、それでそこに反応しながらその場で描いてたんですけど、その描く絵っていうのは、なぜかその四角の中でのバランスを取ろうとしている自分がいて、それは描写じゃなくなったってことなんですか、その段階で。多分画面構成になってるんです。ああ、へえ。目の前の風景の情報を、目の前の木とかの面白い情報を利用して画面を構成してるだけだってなったんです。ってなったら別に目の前のものいらないっていう。うん。
そこにわざわざ行かなくていいじゃんっていう。要素だけもらえばいいじゃんになったんですね。うんうんうん。いいとこ取りにすればいいし、その、なんていうのかな、デッサンをするっていうのは、嘘をつかないことであると思うんですけど、自分が見ているものに対して嘘をつかないっていうことだと思うんですけど、うんうん、嘘をつかないためには別の嘘をつかないといけないんだなとも思うんですよね。はいはいはい。ある一つ大事なことを言うためにはこればっかりは譲れへんっていうことを言うためには他のことで嘘つかないと本当のことが言えないっていうのが多分表現の面白いところなのかなと思ってるんですけど、そこが、うんうん、嘘つくことが楽しくなってくると再現がなくなっていって抽象画になると思うんですよね。嘘ついてる感覚なんですね、それは。最初はね、だって目の前に風景があるんだもん、うんうん、正解がある、その時点での設定された正解があるから、それに合わせることが正しいことなんだけども、うん、でも画面上では目の前のものに合わせるだけでは、リアリティが乗ってこなくなってくると、もっとこうした方が現実感がある、うん、つまりある種嘘をつかないと本当のことが言えないってなってくるから、そこの多分目の前に正解の風景があって現場で書いてたら、その本当と嘘っていうのの、その葛藤がちゃんとその健康的に発生すると思うんですけど、目の前に正しい何かっていう設定がないと、ただ自分の中で嘘を生成するしかないんですよね。その中で嘘の中で、あ、これは正しいっていうのを見つけるっていう、なんか逆転現象になる気がしていて、はいはい、めっちゃ僕雰囲気で喋ってますけど、なんかそんな感じ。わかりますけどね、なんか意味じゃないけど雰囲気は。分かってくれる。そうなんや、うん、だからその辺は、まあ、ちょっと僕の使ってる言葉はあれなのかもしれないけど、その一ノ瀬さんが、実はここに街並みがあったんですよ、それをなくしてるんですよみたいな言ってることと通ずるところはあるんかなと思ったりして。そうですね、僕は割と嘘ついてるタイプなんで、絵で、うん、そういうのはよくするというか、そうですね、やりたいことだとそれはいらなくなるというかのはとてもわかります。うん。嘘が本当になるやつ。本当というか、うん、正解というか。ああ。その一ノ瀬さんの中で、うん、まあ、直近最近やっている、で今言ったみたいな意味合いでの嘘をついて、つまりそのここにちょっと家があったんだけどそれはなくしてっていうような嘘のつき方をすることで、そのこういうことがしたいんだっていうことって言語化できます？それが割と難しくて、はい、さっきの儚いの話にもつながるところなんですけど、はいはい、なんか最近、あ、最近というか今日ちょうどなんか西行とか鴨野町名のなんていうんですか、わかりますかね、西行法師っていう人の、はい、なんか歌というか、はい、とか、鴨野町名という人の
ちっちゃい家に住んだよっていう昔のエッセイ。なんだっけ、うん、ま、その質素な窓から見える景色がどうのこうのみたいな、うん、そうです、あの、そういう無情感みたいな話ですか。無情、そうですね、無情とかの話なんですけど、うん、なんか自分が結構積極的に、なんですかね、人とか、なんですか、都市を消すことで、を捨てることでそれを拾っているのかな、みたいな気持ちが最近あります。都市とか人っていうものを書かないんですけど、あんまり。はい。はい、それを書かない、捨てることで、そういうものをもう一回拾っているというか、なんか西行が同じようなことを言ってて、西行は子供とか奥さんがいるけど出家してお坊さんになるんですけど、うんうんうん、でお坊さんになって山の方にこもるんだけど、うん、山にこもってはいるけどなんか都のこととか忘れられへんし、うん、捨てることはなんかすごい思うことなんだなみたいな歌を残していて、ああこれに近いのかなと思っていますね今は。ああ、はい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 、なんか懐かしいとか寂しいっていうことを結構思うんですけど、思うというか絵にしたいなと感じることがあるんですけど、うん、なんか懐かしいっていうのも懐くっていう言葉の形容詞らしいんですけど、昔の言葉では、うん、はいはい、懐くっていうのはある親近感を持ってるものに対して近づきたいっていう言葉だったと、うんうん、が現在形で進行している言葉らしい、うん、昔はであるならば、なんかなんていうんですか、懐かしいっていう言葉もなんて言ったらいいですか、僕の絵を見て結構懐かしいって言われることが多いんですけど、おなんて言ったらいいかな、人は絶対そんな僕が描くような何もないような風景にほぼ出会わないわけじゃないですか、うんうんうん、行っても里山だったりとか昔の田舎だったりしても、うん、けど懐かしいっていうみたいな、あのはなん、まあ言語化できてないんですけどね、のは何だろうってよく今思うんですけど、が今はそういう都市とか人を描かないことがそういうことを思っていることなのかなっていう、まあ繰り返しですけどになってます。うん、奈良県ご出身でしたよね。そうですね、奈良県です。幼少期ってその、うん、どういう環境でした、家の周りとか。登下校のこう通学路に古墳あるような環境ですね。おお。僕ね、ちょうどね、あの、はい、数ヶ月前に奈良に遊びに行ったんですけど、確かに、はい、あの、普通の住宅街の中に古墳発掘中みたいな枠が普通にあるみたいなのですけど、はいはい、なんか、そういう感じですか？そう、いや、もう普通に、数人、あ、普通に、こう、前方後円墳があります、ドーンと。で、お寺とかも、まあ。前方後円墳がある。あ、なるほど。規模が違う。ドーンとあって、田んぼがありますとか、周りですか？田んぼはあり、うん、あるところもありました。住宅があったけどみたいな感じ。ああ、カエル捕まえたりしてました。ザリガニは捕まえてましたね。カエルは鳴いてる。ああ。でもなんか、そういうイメージよりも平城宮跡っていうこうだだっ広い昔の都の跡があるんだけど、うんうん、そっちの印象とかの方が強いかもしれないです。
田んぼで遊んだとかに。ああ、その印象っていうのは、歴史を感じるみたいな、そういう意味ですか？歴史を感じるんだけど、廃れてしまっているっていうところですか？なんとなく漠然となんですけど、その、興味が発生するものとか、つい考えてしまうことっていうのって、その、結局辿っていくと、幼少期の記憶とか体験に由来してしまうような気がしていて。そう思いますね。ですよね。うん。うん。絶対に、その、わかんないけど、その、北海道の大自然の中で、馬と牛で、と一緒に育った人と、僕は絶対に感覚が違うし、逆に、大都会、東京のど真ん中で、過ごした人の感覚も逆にわかんないし、中途半端な都会の神戸で、でもなんか、川で遊んで、家の隣が川やったんで、川で、その、川遊びして過ごした記憶もあるし、僕もザリガニ釣りした記憶もあるし、そういうなんか自然と触れ合ったっていう、記憶と体感っていうのはあって、でもそれは、その、都市の中で、一部分切り抜かれた自然らしきもの、その残されて設定された自然みたいなところで遊ばされてたみたいな、いう体験で僕という人間が多分構築され始めたっていうのがずっとそこがスタートだなと思っていて、なんかその一ノ瀬さんが今山とかそのちょっと開けた風景を描いている、そういう風景に向かうそのパーソナリティっていうのは、なんかそういう幼少期の何か体験みたいなのがあるんだろうなと思って、で、それをどこまで意識されてるのかなという。うん、結構、何ですか、ルーツ探りって言ったら変な話ですけど、うん、思うことは多いので、それが最近は平城宮跡が強いのかなと思っていて、平城宮跡って門、復元された門が建ってるんですけど、はい、それ以外はほぼ野原なんですよ。野原というか草原で。平城宮跡、僕、あ、はいはいはい、観光名所なんだけど見るものはないみたいな、そういう、なんていうの場所。だらっ広い。そうです、そうです。広場みたいな感じなのかな。広場、なんかね、広場とも言えないんだ。門の前とかには、一応広場あるんですよ。その奥にまた、広大な、なんですか、原っぱというか、あって、多分そういう印象とかが、割と自分の中には強いのかなと思うことが多いですね。ここは割と、その幼少期に日常的に行くような場所やったってことですか？日常的ではないんですけど、こう、なんですかね、遠足だったりとか、こう、親と遊びに行く場所だったりとか、そういうので行っていたので。なるほど。印象としてはやはりありますね。まあそこそこ手頃なお出かけする場所みたいな感じ。そうですそうです。でなんか広いのでタコをあげたりとか、まあいろいろするんですけど。あ、なるほどね。そうなんです。ああ、こうなってんねや。へえ。結構ね広くて真ん中に近鉄電車走ってたりするんで、奈良行くときは絶対見えるところなんですけど。あ、ほんまや。あ、こうなってんねや。
なんかそれとかが何でしょうね、なんかあるんですよね、何なんかはまだ見えてないんですけど、なんか自然自体に何ですか惹かれているっていうよりはみたいな感じなんですよね。まだ見えないですけど。アウトドア派ですか？すごい変な質問やけど。個人的にはアウトドア派ではないと思っています。けど低い山とかはそれなりに登りに行きますね。おっていうのはなんかその、まあ、取材兼登りに行くみたいなとか、って感じです。僕ね、極めてインドアなんですよ。はいはいはい。なんだけれども興味の対象は自然物なんですよ、おそらく、うん、で、ってなると普段インドアだからたまに外に出て見るものの影響度合いがその相対的に強くなるんですよ。濃度が高いみたいなことですね。うん、結果的に、うん、それをそのなんか意識的にやってるわけじゃなくってそのサンプルが少ないから、外に出るサンプルが少ないから結果的にそこのたまに見たたまに触れた外の自然にへの影響が強くなってしまっていて、うん、まあまあそれはそれ別に今別に困っていることではないんですけど、どうなのかなというのは一方で思っていて、どうなのかなっていうのはもうちょっと何ですか、アウトドアになった方がいいのかなっていうことなんですか。うん、なんだろう、山とか木とか自然とかをモチーフとして扱っているんであれば、もっとそこにその肌感覚としてもっと触れて、もっと情報をインプットした方が、もっとアウトプットは生き生きするんじゃないかという、うん、これはちょっと恐れなんですけど、今やってないからね、もっとそうした方がいいんじゃないのっていう。でもなんか行くことによってそれの濃度が低くなる恐れもあるってことですね。その受ける刺激自体がちょっと強まるというか、うん、結果的にね、結果的にサンプル数が増えるほど採用されるのは少なくなるから、うん、それはそうだ。どっちもどっちというか、うん、なんかさっきの高原さんの話だと、その神戸っていうある意味都市的なところで、うん、川も多分、まあ僕のところもそうですけど、河岸工事というか作られた川で、あ、そうです、そうです。うん、で、こう、意識的に植えられた自然であったりとか、はい、この都市はこの自然を植えようっていうので生えてきた木とかがある場所を自然として捉えながら、そうそうそう、そうです。後ろに、こう、六甲山とか、なんですか。まあ、手は生えてるけど山っていうものがある状態がスタートだと思うんですよね。なんかそれやから別にこう山の中に入って森林浴をするっていうもんじゃないのかなとも思います。個人的には、どっちがいいんかはあれですけど、
ねえ、わかんないですよね。わかんないですね、確かに。うん、絶対これがいいからそうすべきなんてことは言えるはずもないから。そうですね。でそれで良くなるっていう可能性もない、わかんないですからね。うん、うんうんうん。なんか割と自分は何ですかね、一応元のモチーフがある程度やっているので必然的に見る回数は多くなるんですけど、各分見ないといけないから、はい、うんうんうん。でもなんかやっぱり何ですかね、こう海を見たからといって何でも感動するわけじゃないみたいなところもあるんで、結構選ぶとか、このシーンみたいなのがあって、多分自分の中で。おお、なるほど。リソーズというのか分かんないですけど、なので行ってもパシャパシャ撮る感じじゃなくて、行っても一枚も何もこう残さないときもあって、写真を元に描くとから、グッと来ないなら撮らないよっていう、グッと来ないんですよね。から行ったから増えたからどうなのかっていうのは僕も分かんないです。あ、そうなんだ。なるほど。行っても結局グッと来ないポイントがね、増えるかもしれないし。あ、なんかその知らないことの幸せというか、はいはいはい、知らなかったらそれを知った時にすごい感動するじゃないですか。でも知れば知るほど新しく知れることが少なくなっていって、うん、なんかだ、ね、僕ちょっと前に滋賀に行った時に琵琶湖にちょろっと行ったんですよ、浜辺に。時に、まあ、琵琶湖 2,3 回行ったことあったんですけど、大学の時とかに。でも、うん、うわ湖やってなって、うーでかいってなって、波が来ててザブーンってなっとる、でかい、すごいってなって、アホみたいに。いや、それって、見てないからなんですよ、普段。単純に。普段知らない、見てないものが目の前に現れるから、なんか、マジかって感動するっていう。うんうんうん。なんか、それは、あるなぁと思ってるんだけど、なんか、一方で、ずっとそれを見ているっていうもの、うんうん、僕だったら、例えばその六甲山のベランダから見える山だったり、なんかその、もう見飽きましたよっていう中で、あれこんな表情もあんねや、みたいな、ぴょろっとこう出てくる部分の、うんうん、なんか感動みたいな部分も一方であるなと思うので、うん。ね、僕は何が言いたくて喋ってるのか分かんないんですけど。それは分かります、分かります。うん。まあ、いずれにしてもその目の前の情景をその感動してちゃんとこうキャッチする、脳内でキャッチして捕まえるっていう、うん、なんだろう、気概ってとは違うかな、なんかそういうテンションではいたいなと思いますけど、なんかさっきのこういう表情あるんやなっていうのが、僕はちょうど今大阪湾なんですけど、うんうんうん、今ちょうど海遊館のあたりに住んでいるので、言うても20分くらい歩くんですけど、はい、うん、割とそのあたりのこうなんですか、港というか、うん、海は見れる状況で、
うんうんうん、最近は夕方になったら歩きに行ったりとか割とするんだけど。おお、ああそれいいっすね。でもなんか毎回こう思うところというかセンサーみたいなのは動くので、なんかさっきのなんですかこんな表情みたいなと、なんて言ったらいいですか、最初の感動ってやっぱり純度が高いじゃないですか、めっちゃ。ああはいはい、全部が知らないから。そうそうそう、うん、うわー湖みたいなところから始まるんだけど、うんうん、それがもうちょっと多分ちょっと情報がこう変わっていって、うんうん、こうえ湖って水どっから来てんねやったっけとか、どうでもいいこととかなんか、はいはい、そういうあのも含めてのな、あちょっと違う表情みたいなのが増えてくるわけじゃないですか、うんうん、なんかそれのなんていう良さというか、純度は高くなくなったんだけどよく見ようと思ったら見れるものが、うん、意識的に分かっていたらいいのではないかなと最近は思うことがありますね。おうん、大丈夫ですか？いや、なんかややこしいことを僕は言ったかもしれないですけど。いや、なんかね、もう花から取り留めもない話なのでいや、それはそうなんです。見てる人は6人ずっと見てくれてますけど大丈夫かなみたいな感じうん、なってます。なんか太陽沈むじゃないですか、当たり前ですけど。太陽沈みます、はい、太陽沈むじゃないですか、うん、太陽なんか昔からこう太陽の信仰ってあるじゃないですか、まあ、アマテラス大神だったりとか。あ、太陽信仰ね、はいはい、うん、そうもっと昔からこう、うん、それは昔の先祖は太陽へ行ったんやとか、なんかそういうのとか、あマヤ文明とかね、いろいろ。そうマヤ文明も太陽信仰ですね、うん、とか日本でもこう西の方にお日様沈むけどそっちは地獄があるんやみたいな、うんうんうん、出雲の方にはあるんやみたいなとか、なんかそういうちょっと前やったら夕日だけで終わってた綺麗で何ですか純度が高かった情報が、最近はそういう予備知識というかあが増えていくことで、なんか見て感動もしてるし、そういうのも思っちゃうというか、うん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 、今太陽は死んで新しく変わるのかしらとか、なんかその物語を関連して、うん、なんかいろいろ思い起こすので見る友情になった美味しさみたいなのが最近はあって、太陽みたいに、うん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 、前はもうちょっとショートケーキドンみたいな感じだったんですけど、今はミルフィーユみたいな感じの味に変わった。そういう変化はこう回数変わってもあるよなとは思う最近でございます。漠然と期待していることがあって、また話変わりますけど、はいはいはい、ある種何かわからないものに向かっているわけじゃないですか我々は。そうですね、なんかそのそれがそれぞれの作家がどういう表現をするのかわかんないけど、僕はなんかこう漠然と目の前にもやっとした気になる、すごい気になる引力を持ったわからないものっていうのがぼやって浮かんでて、そこに向かいたいんだけども、でそれを分かりたいんだけど分かんなくって、そこに対していろんなアプローチをかけることでちょっとずつそのもやってした玉をこう圧縮していって正体をつかもうとしているような、それはそのもやっとなんか分かんないものっていうのがを真理っていう言葉に置き換えてもいいのかもしれないなと思うんですけど、はいはいはい、でそれってそのいろんな分野でいろんなアプローチでいろんな人がしているんだと思うんですよね。
科学者は科学っていうアプローチでそれをしていると思うし、うん、医者の人だってその医療を通してそれをしていると思うし、もしかしたらスポーツに真剣に取り組んでいる人ももしかしたらそういう風なものなのかもしれないし、いろんな分野でなんかわからんものに取り組んでいってる人って似たような感じがあるんじゃないかなと思っていて、だからそのそこに僕はそういう美術とかそういうツールを使ってそこに向かうんだけれども、うん、ある程度そこに向き合っていった人たちだったら全然別の分野でも画家がいて、まあ、作家がいて医者がいてスポーツ選手がいて、バイオリン奏者がいてってなっても全然話通じるんじゃないかなと思ってて、うんうん、なんかそれが結構期待しててやりたいなと思ってて、やれる人になりたいなと思っていて、うん、それは何かをあれですね、極めるみたいな感覚に近いかもしれないですね。うん、うん、でしょうね。うん、多分あの何でもいいんですけど、例えばちっちゃい工務店の棟梁大工さん、うん、78歳で、でももうある種その道は極めてる人だったら、例えばなんかあのジョブズとめっちゃ対等に話せるんじゃないかっていう気がするんですよ。うん、めっちゃ魚さばくのもプロの人と天才外科医の人ってどこか対等に話せる気がするんですよ。なんかそういうようなところにこう混ざりたいっていう。なんか今後そういうイベント仕組んでほしいですね。誰に？僕がやるとかわさびとか分からんけど、どこでもいいけど。あ、なるほど。誰かやってっていう。そうそう。ああ、でもちょっとそれは思うところがありますね。結構なんですか。前何でしたっけ、椎名林檎と一郎の対談みたいな話してたじゃないですか。ああ、面白くない対談の一例で。そうそう。でもまあそれもある意味極めた人同士の対談っていう組み合わせじゃないですか。何かを。うんうんうん、うん、そう。そう、そういう面白くはないかもしれんけど、こう理解ができるものっていうのはあるとは思います僕も。うん、あのアマプラのまっちゃんと庵野の対談見ました？見てないですね。あれもね、すごいに、あの一郎と椎名林檎って感じでした。面白くないってことですか？うーん、面白くなかったな。それ高橋さんの面白さがあれなんですかね、ちょっとまた違うんですかね。まあ土台無理やなと思うんですけど、もっと突っ込んだ話してくれよって思うんですけど、うん、その椎名林檎と一郎の場合はお互いを上辺だけ褒め合って、なんかふわふわこちょばし合いながら終わりみたいな感じだったんですけど、うん、そのまっちゃんと庵野は何喋ったらいいのみたいな感じでモヤモヤしてて、共通の話題を見つけて、あのウルトラマンとか特撮の話が、あ、この人とこの話できるみたいな話をこちょこちょこちょってして終わりみたいな。あ、何それって。そうか、まあそうなるよねっていうだけだったんですけど、なんか高田さんの言ってる心理みたいなものはもうちょっとなんというか
根が深いやつですよね。根が深いというか、なんと言ったらいいんですかね。僕もなんか前思う同じようなこと思えたことがありましたね。喋れるんじゃないかって。うん、まあなんかあの極端な言い方をすれば、なぜ私は今ここに立っているんだろうっていうようなことなんだろうなと思うんだけど、なぜ立っていて、まあ、立っていることはもう仕方がないんですよね。生まれちゃってるから。で、それで死ぬまでの間に何かする猶予期間があるようだ、おそらく。なんか知らんけど、なんか知らんけど生まれちゃった。で、なんか知らんけどそれは終わるらしいっていうのは、その生まれちゃったっていうのはもうすでになぜか気がついた子には完了形になっていて、で、これは死ぬらしいっていうゴールももうすでに設定されていて、その間の限定された猶予期間の間に何するのっていうそのなんか限られた間でのなんかねっていうようなことやと思うんですけど、それに答えなんかないし、何が成功で何が失敗で何が間違いで何が正しいなんてことはないから、うん、あくまでもその個人個人が自分の中だけで納得できる、疑いなく納得できるものが一個でも見つかればいいのかなと思うんだけどっていう、すごいなんかボワーンとした話になってしまう。それは僕はとてもわかるというか、さっきの太陽の話とかも全部自分の中では何ですか、なんで生まれてどこへ行くねみたいな話じゃないですか、うん、自分ら、うん、でその前の人たちは何をしてきてみたいな、うんのが分からんからちょっと気になる。あのアンパンマンマーチですよね。アンパンマンマーチどうなんでしたっけあの何のために生まれて何を知って言い切るのか分からないままなんてそんなのは嫌だっていう、いやもうそれに尽きる、うん、でそれのなんか対象がもうちょっとわからない、わからなさがとても多いものみたいな感じですよね、うん、すごい取り留めがなさすぎてどうあれですね着地点がなくなりましたねこれは。まあそうか、ちょうど今2時間か、2時間行きましたかうん、ちょっと壮大になりすぎましたねこれは。そうですね。じゃあ、はいはい、まあ多分この感じだといくらでもいろんな話無限にできるなという気が僕はしているので、その第2回のなんか話題だけ決めて終わりましょうかその第2回がいつなのか分かんないですけど、別に明日でもいいし1ヶ月後でもいいし、はいはい、半年後でもいいんですけど、この第2回一ノ瀬高原ラジオの話し始めの議題だけ決めましょう。最近何興味あります？おおえそれは何、今それを聞いてる、今僕が答えること、なんかそっから議題がわかるかなと思って。あ、なるほどなるほど、なるほど、あ、そういうことねあ、ね、最近興味があること。最近、なんだろうな、生活かな。あれ、
くるくるしてる。これは僕が止まっているのかな？どっちかな？千の瀬さんが落ちたかな。はい、じゃあ分かんないけどちょうどいいタイミングなのでこれで終わります。千の瀬さんとまたやるのでまた見てください。ずいぶんずっと見てくださった方もいたようでありがとうございました。またやります。おやすみなさい。